米女子プロゴルフツアーメジャー第2戦全米女子オープン最終日、2日、米ペンシルベニア州ランカスター CC イコール6583ヤードパー70。3打差5位で出た21年大会覇者の笹生優香、フリー、が5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの68で回り、234アンダーで逆転 V。 史上最年少22歳で3年ぶりの大会2勝目を飾った。佐藤の開挙を受けて日本女子プロゴルフ協会、ジュガ、の小林博美会長が協会を通じて、以下のようにコメントした、原文ママ。嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しくて仕方がありません。全米女子オープン2勝目、誠におめでとうございます。 笹生さんのもともとの持っている素晴らしいショット力が炸裂、炸裂し、後半の集中力はまさにゾーンに入っていました。全米女子オープンでは、1勝目は日本ツアーからの選手として出場して勝ち、メジャー2勝目は米国ツアーでもまれ、結果が出ずに苦労してきた中で、いろんな強さを身につけた結果と感じます。 一緒に出場していた日本選手も大きく感化されたに違いありません。今後ますますメジャー含め勝ち星を重ねてください。また、1977年の全米女子プロ選手権で日本男女通じて初のメジャー制覇を果たした樋口久子顧問も次のようにコメント。佐藤優香さん、おめでとうございます。持ち前の飛距離、集中力、パッティング技術など、 ててが際立っていました21年全米女子オープン制覇の偉業を達成してから勢いがついてもっとタイトルを獲得するだろうと大きな期待をしながら見守っていたしかしなかなかに証明手が届かないしかし今回は厳しいコンディションが大きな刺激となって覚醒したかのような素晴らしいプレーを存分に拝見することができました 本当に強かった。